カメエロスは古代ギリシアのロドス島北西海岸にあった古代都市である。農耕の中心地としてロドス島に建国された三つの都市国家の一つである。現代ギリシャ語の発音に従えばカミロスと転記されうる。カミロスはロドス市を構成する行政区の名で古代カメエロスの遺跡をその領域に含む。カメエロスは ロドスの町の西南約3 0トルに位置する。古代都市は三層構造になっていた。丘の頂上にはアクロポリスがあり、アテーナーの神殿とそれを取り囲む中楼があった。紀元前6世紀、ここに600立方メートルの水を蓄えられるため池が作られ、その上に後から中楼が建てられた。 中楼は2列の通り屋敷円柱が並び、それに面して商店や宿屋が並んでいた。主な居住地は中間のテラス状の土地で、並行する通りや住宅が格子状に並んでいた。さらに下のテラスには通り屋敷の神殿があり、アポローンを祀っていたとされている。また、その近くに泉があって、その前にアゴラがあった。また、 様々な神々を祀る祭壇が並ぶ壁があった。戦死時代にはミケーネ文明の人々がここに住んでいた。都市を建設したのはドーリア人である。神殿が建設され始めたのは紀元前8世紀以降と見られている。紀元前226年、ロドス島で大地震があり、都市や神殿が被害を受けた。紀元前142年にも、 地震の被害を受けている。アクロポリスの発掘調査は1852年から1864年にかけて、アルフレッド・ビリーティとオーギウスとソルスマンが行った。1928年から、イタリアの考古学調査団が、体系的な発掘調査と復元作業を開始し、第二次世界大戦終了時までそれが続けられた。ロドス市。 ドデカニサケンにおける旧カミロス市カミロス地区は、ロドス市を構成する行政区である。カリクラティス改革に伴う自治体統廃合までは、ドデカニサケンに属する自治体、カミロス市であった。中心地はソロニ。ソロニは、ロドスの町の南西へ約 22km に位置し、かつてのカメエロスの遺跡は、ソロニから南西へ約 7.8km の距離にある。 カミロス地区は、以下のキ木のタ及び、都市、集落から構成される。表中の、デルタ。デルタ、はデルタイタミュータウヨタカッパデルタイオタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ありがとうございます。